皆さんこんにちは、ゼロです。今日はプラネットコースターをやっていきたいと思います。さあ前回の続きということでマイパークですね。はい、こちら。さあだいたい出来上がってきましたので、あとはまあ細かいところを手直ししていこうかなと今日は思っております。で最後の街も、まあグラフィックボード買い替える前にどうにか作り終わったので、あとは細かいところをちょっと触っていければなと思っています。はい、まあちょっとね、出来上がりの容量が結構多いんで、まあ、ローディングに結構時間かかりますね。まあ、ここ CPU があれなのかな、 CPU ね、6世代目の6700だったかな、 i7 の、まあ、ちょっと古いのかなと思いますけど、まあ、頑張ってちょっとね再生していただければと。来たか観覧車がカクカク言い出す。これはロードしてる証拠ですね。うん、まあもうゲーミングパソコンとかになると声のロード早いのかな、どうなんだろう、ちょっと使ったことないけど、次回買うならちょっとねゲーミングパソコンもすごく興味があって買いたいなと思います。まあグラフィックボードも高騰してるんでね、今ちょっと低スペックのもの、まあミドルぐらいかなのもの買ったんですけど、次はねハイエンドのものを買えたらいいなと思っておりますが、はい、始まりました。さあ出口の終わりらへんの街はこういう感じで仕上げました。まあ山からスーッと降りてきて、そこでドシャーンとまたライドの乗り物池に落ちるという感じですね。川に落ちるという感じです。で落ちたらよいしょ、トンネルをくぐって宝石の山をくぐり抜けると、はい、でくぐり抜けていきまして、結構これ街すごいでしょ、いっぱい作ったんですよ。でくぐり抜けていきまして、一番最後にね、これシンバもいますからね。で、くぐり抜けていった後、はい、自分でちょっと作ってみました。Thank you by Zero World という感じで、はい、どうでしょう。これね、夜にするとどういう風に見えるかというと、結構いい感じで見えるんですよ。というところで、まあ、今回は何をしようかなというところで、まあ、大体もう出来上がってるんですよね。うん、これ夜にするとめっちゃ綺麗じゃないですか、この木。ただ悲しいのはね、ちょっと実際これテストで乗ってみたところ、これバシャーンとこっちから降りるんですけど、降りた時に一気にここくぐり抜けるんですよね、プシューって。ただここのね、せっかくの金の絵面がスーッと抜けちゃうんで、ここちょっと悲しいかなってちょっと思いました。結構勢いつけて降りてくるからね、ここからピャーンと。あー、ここあれだね、石でちょっと囲もうか。石、あ、これでどうでしょう。うん、なんかそれなりにいい感じでひっつきましたね。はい、 OK。 ちょっとここあれですね、なんか通過した時に特殊効果欲しいな。あ、これいい、すげえ爆発。大きすぎやせんか。
これ大きいな。あ、まあでもいいか。こことこの辺りでいいか。よいしょ。置いて、で、トリガーをちょっとつけましょう。はい。トリガーですね。はい。で、トリガーの追加を押して、8番。はい、これをレールに沿って落としていきます。よいしょ。これね、コースターのレールに沿ってしか行けないんで、よいしょ。はい。よいしょ。で、ここに来た時に爆発でいいね。頼むよ、タイミング。で、ここで設置したいもの、さっきの爆弾なんで、どこだったかな、これか、これでね。で、今8番を選択した状態になってますので、ここでトリガーにオブジェクトっていうものを接続、これ押します。はい。したらどれを接続しますかっていう選択になりますので、この爆弾ですね、これをクリックします。で、これでいいですかとなりますので、確定すると。はい。これでここの通過した時にこの爆弾が爆発するようになります。はい。じゃあもう一個トリガーの追加いきましょう。9番ですね。はい。これが次、もう少し降りていって、はい、ここを通過した時に次はどこ行った？あ、これか。こいつが爆発するようにしましょうか。よいしょ。で、これをクリックと。はい。確定と。で、これで完了。だいたいここを通過したときにこれが爆発するという感じになります。で、これ自体の位置があまり良くないので、ちょっと今直しましょうか。はい。これを。高さを変えます。よいしょ。はい。これを海に沈めてしまいます。これどう？それでは一応パーク的には、まあ、一つのライドですけど、どうにか出来上がりました。最後にここにゼロと書いてありますね。はい。で、あとはちょっとね、こだわりたい部分が1点ありまして、あれですね、 BGM テーマ、ライドに乗っている時の BGM、 これをねちょっと作っていければなと思いますので、一旦このゲームは閉じますね。はい。はい、皆さんこんにちは。というわけで、こちらキューベースの画面になりますが、プラネットコースターで使う音源ですね、をいろいろと手に入れてきまして、でそれを、そのアトラクションのそのタイミングに合わせて音を変えていこうかというのを今やっています。どうにか編集の方終わりまして、まあ、こんな感じで、BGM が始まると、まあ、こういうところにね、ホラガイの音を入れてみたりとかね。で、曲が街に入った時にはその秒数ぐらいで、まあ、もともとメインで使っていた音楽をフェードアウトさせて違う曲に変えると。まあ、これキューベースで僕はやってますけど、まあ、実際には何でもいいと思います。音声の方をつなぎ合わせれるものがあれば何でもいいと思います。まあでも DAW の方がやりやすいかなと思いますね。うん、まあ、無料の DAW もありますので、まあ、そういったのも使うのも手かなと思います。はい。で、実際に海賊のバトルのシーンとしてはこれぐらい、雷とかもね、実際に音声として効果音を入れてます。まあ、こういう戦ってる声とかね。はい。で、最後にクライマックスに向かっていくためにこういう盛り上げた曲をね入れてみたり、で、無事に到着しましたということで、
すべてのイベントが終了する雰囲気の音楽、まあ、これはプラネットコースターの元々のデフォルトの音楽なんですけど、サウンドトラックを利用しています。はい、というわけで、まあ、簡単にですけど、こういった音声をね、自分で BGM かコースター BGM を自分で作って、まあ、これを使うことでより臨場感が湧くのではないかということで作ってみました。まあ、実際にそのストップウォッチかなで何秒で切り替わればいいかっていうのを何度も何度も測って、割り当てています。まあ、皆さんもね、もし時間があって凝ってみるならこういったのもいいんじゃないかと思います。まあ、何もあれですかね、プラネットコースターって一つのオーディオしか読み込めないので、なので一つにまとめる必要があるので、やっぱストップウォッチとか使ってこうやって測った上で音を割り振っていく、まあ、こういったことをやればよりいいのかなと思います。はいはい、というわけで帰ってきました。はい、それではね、カスケードのこのコースターに音声を、変更しようかと思います。で、変更の仕方はですね、このカスタマイズを押しまして、でここ今音楽なしとなっています。でここをちょっと一度更新しますね。はい、まあ、ファイルの方も入れましたので、指定のファイルフォルダーに、まあ、こちらに書いてあります。自分の音楽を使う場合は、まあ、OGGMP3WAV で WMAACM4A、 これ Apple の形式かな。で FLAC など使えます。で、自分は MP3 で書き出して、でこのマイドキュメント、まあ、ここの指定のフォルダーのところに、入れました。そうするとこれ今ここはね、もともと入っている音楽になりますが、この横のところにユーザーの音楽とあります。でここを押すと実際にいろいろと、作ったものが入っております。まあ、更新今押したので、今作ったのはこちらですね、プラネットコースターライド1用ということで、これを選択します。はい、これでセット完了です。というわけで実際にこれがうまくいっているか、ちょっとね、うまくいってればホラー街が聞こえるはずなので、ちょっと行ってみましょうか。うん、ホラー街聞こえてますね。 OK、 いいんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、これで一応一通り完成ということですね。はい、出来上がりました。というわけで、今回ようやく完成、ゼロワールド出来上がりました。ということで次の動画は普通にね、ライドを初めから最後まで見せていければなと思いますので、ぜひ次の動画完成品を見ていただければと思います。それではお疲れ様でした。また見てください。ゼロでした。バイバーイ。